ちゃんです。実演可能な夢のシリーズそう、例えばね、お金のない世界を作るっていう私 の大きなビジョンがあるんですけども、それ私の力一人でどうにかなるっていう夢じゃないので、そこに向かって全身全霊を傾けてエネルギーを燃やしていくっていうのは間違いないんですけども、かといって私一人でできる実現可能な夢だとも思ってないわけです。まあその中で自分の自分の力でできる夢として、3回シリーズで昨日までお送りしてきたんですけども、よく考えるともっと夢あるぞということに気がついて、今日はプラス版でも、ここもまた増えるかもしれないけどね、ちょっと取っていきたいと思います。で、まあ1回目はですね、政治家になってみたい。なってみたいと言ったら不謹慎極まりないんですが、まあ、自分の思いをしっかり言葉にして、はっきり人に話をしてみたい。そして、どれくらいの人が共感を得てくれるのかっていうのを測ってみたい。それによって、それによって、100年後の未来につながり、お金のない世界につながっていくっていうふうな私の仕事の一つとして提示ができるんじゃないかなと思ってます。二つ目は、スキー・スノボーのインストラクターになりたいっていう、自分のスキー・スノボー好きですからね、夢をお話ししました。三つ目は、性転換をするという夢です。はい。私は女として X ジェンダーでありたいわけです。はい。私の体は男のままなので、今のままでは私の本来の女として X ジェンダーでありたいという私にはなれないんですね。まあ、そこで性転換というふうな人生の目標があります。これももちろん実現可能なわけです。はい。妄想とかじゃなくてね。で、その4つ目ね、実はですね、3年ぐらい前から、耕運機トレーラーでね、日本中を旅行したいと思ってます。まあ、耕運機トレーラーって、まあ、19キロぐらいしか走らない、やつに、もうこんな感じのね、こんな感じのエンジンがついて、こんな耕運機に、後ろにトレーラーボックスがついてるってやつなんですけども、まあ、それでね、セプテムのお仕事をしながらでもいいし、フォトグラファーなんで写真を撮りながら、いろんなことをやりながら、日本中、2年、3年かけて旅をしたいっていうのが、4つ目の夢として、思い出したというか、そういえばこの間何も思い出せなかったんだろうと思ったぐらい、明確な夢です。そんなわけでですね、今後も目標、自分が実現可能な目標という夢に関して、思いついくたびに動画にしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ガチャンでした。今日はね、台所から。うん、まあね